藤井聡太七段は師匠の杉本昌隆八段から贈られた和服姿で渡辺明棋聖との対局に臨みました。今月8日の第1局では接戦の末藤井七段が勝利を収めていて、2連勝したことでタイトル獲得の最年少記録18歳6ヶ月の更新に王手がかかりました。藤井七段の地元愛知県瀬戸市ではファンが対局を見守り、勝利の瞬間大きな歓声が上がりました。もう嬉しいですよね。瀬戸の誇りですよ。聡太君はやりのけると思う。聡太君らしく将棋させていただければもう結果ついてくると思うので応援続けたいと思います。第3局は来月9日に東京で行われます。